政法違反でありませんか。望月大臣の見解を聞きたいと思います。望月大臣。マスコミ等から昨日ですね、2月26日でございますが、指摘を受けるまで鈴代がこのような補助金の交付決定を受けていることは承知をしておりませんでした。今ご指摘を受け、調査を行ったところでありますが、現在まで分かった、早急でございましたが、範囲でお知らせをさせていただきたいと思います。環境省のですね、この低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金事業についてでありますけれども、これはですね、国ではなくて一般社団法人である低炭素社会創出促進協会が交付決定を行っていることから、これは政治資金規正法第22条の3で規定する国からの交付決定を受けた補助金には当たらないと、このように思っております。そういうことでございまして、今私が昨日今日のことでございますが、調べたところそういうことでございまして、22条の3で規定することでございます。当たらないということでございます。後藤君。先ほど西川前大臣のテクノッドワークスも国から県に行ってそこから出たお金ですね。これも今回のお金も結局元をたどれば国から来たお金なんじゃありませんか。望月大臣。望月大臣。しかしながらですね、この規定によりまして、我々がですね、法律の中ではこれは国ではなく一般社団法人である低炭素社会創出促進協会でございますか、これが交付決定を行っているということでございまして、これは政治資金規正法第22条の3で規定するですね、これは国からの交付決定を受けた補助金には当たらないと、そういうことで法律で規定をされておりますので、これについてですね、私は適正なものであると、このように思っております。委員長。後藤君。元をたどれば国のお金じゃないですか。そして会計検査院がこういったものをチェックするんですよ。ちなみに鈴代株式会社はグループ挙げて望月大臣応援されているようで、鈴代単体では望月大臣は2010年から2013年の4年間で、手元の収支報告書で知り得る限りでは毎年140万円から390万円合計810万円、献金いただいています。鈴代のホームページにグループ会社一覧というのがございまして、そのグループ会社の献金を含めますと、これちょっと漏れがあるかもしれませんが、少なくとも手元で計算した限り、献金額はグループ全部で2300万円に上るようでございますが、事実でしょうか。お続き大臣。今のことは通告がないので、ちょっとですね、すべてのものを仕入れるということは把握はしておりませんけれども、私自身はですね、それぞれの会社とですね、長年のお付き合いをさせていただいておるということでございまして、グループということでの全体的なものとではなくて、それぞれ長年お付き合いをさせていただいて、そういう中で献金をいただいたものと確認を、認識をしております。委員長。後藤君。望月大臣の後援会長は鈴代株式会社の副社長だというふうに聞いています。これ事実ですか。そして後援会長が鈴代株式会社の副社長だということは補助金交付を知り得たんじゃないんですか。大臣のご見解いただきたいと思います。望月大臣。私の後援会長のですね、方は今お話し出ましたが、この方は今現在鈴代の相談役ということになっております。私のですね、後援会長を務めていただいております。そういった中で、知り得たかどうかということでございますけれども、私の方はそういったものについては
知り得なかったと、分からなかったと、そういうことでございます。委員長後藤君。失礼しました、副社長から相談役になられてたんですね。相談役と相談しなかったんですか。相談役は大臣と相談するのが仕事だったんじゃないんですか。しかも望月大臣は環境大臣です。この所管の補助金です。さらに言うと望月大臣は環境政務官をされて国土交通副大臣をされて環境大臣になられている。そして今回環境省と国土交通省の補助金をいただいた会社から、グループ会社まで含めると2300万円という献金をいただいている。これ農水省の世界というのは今までいっぱいありました。たくさん辞めた大臣もおられました。西川前大臣もお辞めになられました。たくさんの補助金がたくさんの会社に配られてそこから献金されたわけですが、比較的これまできれいであった環境省の世界を望月大臣は怪我してしまったんじゃないんですか。いかがですか。望月大臣。